はい、皆さんいつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、私が最近ですね「星の雨」というジャニーズ WEST のシングル CD を買わせていただいてそれの初回版 B に入っている、えー、特典ブルーレイ、メトロック2022大阪」というですね、このライブ映像を見させていただきながら勝手にライブ歌たれっというのをさせていただいているわけなんですけれどもちゃんと頭から見ていって収録していったのですねえですねじゃないしていったのにですね もう本当にあっちゃならないことですけれどもちょっとこう内容と、えー、サムネイルそれから動画のタイトルが昨日アップしたものがねちょっと違う内容になってしまいしてちょっとちょっとなっていておりまして大変申し訳ございませんでしたそしてあのコメントで教えていただいて本当にありがとうございました。えー、昨日ははですね、まあ、上げてしまった動画が本来は 今日ですね、アップするものが一日早くいってしまいましてサムネイルも違っておりましてということで順番もこう前後しておりますけれども昨日はミックスジュースとサムスイングニューの、えー、動画に結局なってしまいましたが今日は本当は昨日配信させていただくはずだった「えー、えー、じゃないかずんどこパラダイス」を見終わった後の2曲。 今日から今今日かかららじゃないアップさせていただきたいと思いますのでちょっとね昨日は内容とサムネイルタイトルが違いましてご迷惑というか混乱を招いてしまいまして本当に申し訳ございませんでした。それでは今日は昨日の分ではありますけれども「メドロック2 0 2 2 3曲目4曲目の配信私が見させていただいたライブ歌レポを めっちゃ噛んでるなライブうたレポをご覧ください。はい、皆さん、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃじゃん、星の雨というですね。ジャニーズ west の8月の3日水曜日に発売されたシングルの私は初回版。 B というのを購入させていただきましたそこにはですね特典のブルーレイで「メトロック2022大阪」でのライブの映像が入ってるということで私はこれが本当に楽しみでですねこの初回版 B を買わせていただいたんですけれども、えー、1回目はもう開封してからライブに行くまでのドキュメンタリーの映像で終わりましたけれども、えー、昨日はですねいよいよライブ本編が始まって A じゃないかとズンドコパラダイスの2曲見させていただいてね本当にこのメトロックという 初めての野外フェスということでしたけれどもの中に空気にねスポッと7人がハマってですね、えー、ライブを最初からねこう2曲かましてくれたみたいなところを見させていただきましたけれども、えー、前回そのズンドコパラダイス終わったところで止めさせていただきましたので今日はですね、えー、分数で言うと25分02秒のところで MC がちょっと入りそうな感じなところで止まりましたのでその続きからいってみたいと思います。それでは行きましょう再生ポン わーっと。浜田くん、めちゃめちゃ暑ないっすかと。<laughs> 小滝くん、最高やな、大阪。と。気温も暑いから、みんなスイム取りながら楽しんでくださいね。と、浜田くん。で、ディ,デディーん。と。はい、バンドの人がね、奥の方見えてるぞーと。と前にね、いっぱい水が置いてありますけど。さあ、僕ら今日、熱狂調なわけなんですけど、バンドの皆さん、調子どうですかと,と、浜田くん。で、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 浜田君皆さん調子どうで、すか手をで、げてみてくださいすごいすごい手が 人すごい <laughs>。すごいね。次の曲、浜田くん。次の曲は、ジャニーズ WEST を知ってる人も知らない人も、超簡単に楽しむことができます。と。浜田くん、その上げた手、上げた手を、こう、こう、もうファンの人はこれで分かるんですね。縦に触れますね。と。桐山くん、後ろのマイク、カメラにもやって。縦に乗っていこうぜ。と。OK、e v y b o d y 浜田くん、YEAH。WATCH AWATCH a t おー。 すごい。小滝くんのすごい。背筋腹筋がすご,いす,ごいすごい。すごいです。お客さん、もう奥の方まですごいやってる。じゃじゃあ、いウエス、ウエス。俺,俺たちのソウルさ。重岡くん。パチッてよ、キケはっぱない。藤井くん。中間くん。サム、準備はオーケーワン、ワン、ウエス。それも確認も。小滝くんでしゃばれ。桐山くん。口から生まれたクリスタルっぽい心はそうだ。結構っぽい神山くん。だから、彼はフワーいいね。 早いリズムも。GO!I got it! 心を超えて、劇が踊ろうぜ。神山くん。GO!I got it! そこへ開け開け、GO! が間き放って。すごいお客さんの数、ほんと。さあ、浜田くん。うすごいね。ラップっぽい。漢字もうまいことリズムに乗っかって。 神山くん、w a t t h Performance! と、小瀧くん、Entertainment! みんなすごい、ずっとやって。さあそんなら浜田、はまどくんいいね、ラップのリズム。思い出ってなら、われさきコード、シゲコくん。あれや、ちょっと、かっこいい、中間くん。Show me that all night! と、桐山くん。からだからからって、ここのリズム難しいけど、すごい。小瀧くんと今、藤井くんかな。すごいな、小瀧くんの背筋腹筋の力。ゲッサー、そせみんなやってます、お客さんも。 レ o ツゴーユカレ四角をジャンプしながら、本当にすごいです、お客さん。奥の方までみんなこうやってる。あせ、やいやいやー、ともり、藤井君。y ビタ m e わこたく綺麗な優しいビブラート。せいこビュー。さあ、切れまく、そのスマイルだけを、いい声、そして声の響き。 さよ君神山君望むのなら柔らかいけど高音きれい仲間君いいのだなんて詰めてくよ重岡君そのトピラなきットンザすごい結構いいロングトーンいい響き Prease my baby oh 藤君いいねみんなうめえめちゃくちゃ 3-2-1B1 と神山君だから彼がそうですすごい I'm a barrette 山君 あコタクくんの腹筋背筋すごい毎回言ってるけどすごい茂岡くんも「イェスゴー e s go! ゴー」茂岡くんバンドの方完全に向いちゃってるけどすごいね体幹がみんな待ってヤイヤ e ヤイコタクンウェ h e チェッ e レディーゴーチェイチェイウェストチェイチェイウェ s t チェイスレディーゴーすごっ すごい次の曲いきましたよ、ね。s タク君とシゲワ君で浜田君。ハマダ君、みんな踊ってすごい。ビッグストーいっちゃうぜ。ビッグショット。ビッグショット。なんていうのかっこいい。ベース。かっこいいよ、俺。曲順もいい。鳥肌。曲もいい。

パンヒョウのコタキくん言葉よりも態度よりも大事なものがある浜田くんおいえ中間くん信じ合いがい綺麗なハモリは越えてゆけほららインボラライン,ライン,ラインマイディスパインチャチャじゃマ勝ち取りオビクション綺麗に回るねみんなねが君のおか やりたいだけやればいいだけ。切りあまくすごいビブラート綺麗。ねええ、サナミやけ、ビクショット、ビクショット。情熱は君がこれくれたえた。仲間くん、見えたならそれだけで君と未来は暗いどうだ。かっこいいメロディー最後。タララララ二つの音いったりきたり。さあ、サナと浜田くん暑い。 さあ、神山くんとの動き、二人とも浜田くん、きれっきれい。すごいね、神山くんのきれい。今日がチャスカメとビクトリー。小田井のんと重岡前出てきて。君へと届けよう。ああ、言うてる。お客さんもすごい。みんなよく知ってる。イらっしまい,いよ。まあ、清子さ、ピクトー。腹との気を、浜田君キ清子も、小田井と。浜田君小田君になれ遊、遊ぶ。綺麗なメロディー、綺麗と取れた。 譲れない譲れない。神山くん、ありがとう、すっンちゃ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 じゃ。茂雄くん、やべえ、超楽しい。じゃ、びっくりしそして食べに行く。素晴らしい。茂雄くん、本当楽しそう。ええ、やりたいだけ、やればいいだけ。次第に選ばれ、さらきなる。かっこいい。ミッショ 情熱は君がくれる <laughs>。かっこいいね。ノリがみんな。か。見上げたら。小田君。張ってるけど綺麗に出てる。今くらいだら。うララララ。ラいやめちゃくちゃいいじゃん。この曲フェスにぴったり。ララララ。ララ桐山君は手の動きもキレッキレです。ラララ。ラ今の神山君か。ラララ。

何の曲かあのタイトルわからないんですけどジャニーズウエストの何かこうという言葉を連呼して、えー、ラップっぽくしたやつ <laughs> すいません知らなくてそして今4曲目ビッグショット上がりますこれはこの間の「FNS」じゃない「音楽の日か」かでも歌ってましたよね水をバーってやりながらでこれね 今あの1曲目2曲目「A じゃないかずんどこパラダイス」の時にはそのまあフェスに入ってきたこの空気というかねえジャニーズのグループがこういうフェスに出た時にどんな感じになるのかっていうえその雰囲気を一気に持ってけた7人の凄さみたいな話をしたんですけど今ここで2曲聴かせていただいて改めて「7人うまと思っちゃいました。 その、えー、1曲目の方ね今日見ているあのラップみたいなやつあれって私は全然できないです正直ラップっぽくね言葉をバーッと乗っけるっていうのはできないんですけどリズム感ももちろんなんですけどあの言葉の乗っけ方でただ正しく乗っかってたらかっこいいかっていうとそういうわけじゃなくてリズムというよりかこうグルーブ感の中にあの言葉をプラッと入れなきゃいけないっていうあのねやっぱりそれぞれのグルーブ感 まあリズムですけどがすごいのってやっぱあんだけ早い言葉をバッとのっけてても私は今ちゃんと聞き取れてない部分もありますけれどもあのねしっかり言葉自体は発生できてると思うんですよね。もうちょっとこうなんて言うんだろうねうまく発生できないと言葉がモモモモってなっちゃうんですけどみんなしっかりと言葉がタカ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 て出てくるっていうのはもう見事にこれ歌唱テクニックだと思います。そそしてそこからビッッショットにに行った時に あのー、歌が7人とも馬っていうのはさっき言いましたけれどもそれプラスですねこの「ビッグショット」で楽曲自体もものすごいかっこいい。でその曲のかっこよさと歌い手のこの技術というかねテクニックが見事に合致しているもうこの曲もねきっと昔から歌われてる曲だと思うんですけどでもこういうね慣れない野外フェスという場でこの曲をやったってなった時に ガチってこのね、楽曲の良さと7人のパフォーマンス、歌い回し、それから声の良さそれぞれが見事にハマって、なんか本当にちょっと感動というか、もう本当に素直な気持ちでかっこいいと思っちゃいました。7人のボーカル、誰が出てきてもですね、声の特徴はそれぞれ違いますけれども、本当に安定感もあるし、 このの楽曲の良さを存分に出せているそしてこの楽曲がまあ野外フェスに合う合ういやーあの私個人的に好きなのはねサビの頭の「テテテテ」というキャッチーなメロディも好きなんですけどあの曲の終わりね途中でもさっき言いましたけど「ダテダレ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 ララララ」とこう行ったり来たりのね同じ音の繰り返し曲の終わりに出てきますけど。 あれっっててね実は歌う方って難しいんですよどうしても同じ音の繰り返しだとこうねダラダラなってしまったりとかちょっとこう音程細かいピッチというところが曖昧になってきちゃったりするんですけど本当に7人みんなで歌っててもねそこがきちっと合ってるからあのメロディーの良さがね本当に引き立ってると思うしうんうんまあとにかくその桐山君の声の甘い響き そしてビブラートの良さそれから神山くんの声の伸びリズム感安定感濱田くんも同じようにこうね速いところを歌っても見事にいい。 何て言うんだねやっぱ言葉の発声ができている重岡くんはずっと歌ってるけどもしゃべっているし踊っているしあんだけ動いててよくあの声の安定感出るなって本当に思います中間くんはいつも口の合ない方が多、OK、いさっき「ラーラーラ」の時も下の動きが素晴らしいって言ってましたけど一つ一つの言葉がすごいしっかり出てくるので声のね何て言うんだろうねえー、通り通りじゃないな声の パーンと前に出てくる勢いみたいなのがすごくあの耳に残ります、うんあの。見ててすごくね、えー、ボイストレーナーとして見ると口の開き方がとってもいい。中間間のの口の開き方してたら間違いないなですよ。そして小く君がねあの声の響き自体は、えー、パーンとね今言った中間君みたいに前に出るというタイプじゃないんですけれども顔の中にちゃんと響きいいところにね響くべきところに音が響いた上に ちょっと柔らかい声質ではありますけどねしっかり音程はね見事にいい響きで捉えてくれますし柔らかい声質なんだけれどもちゃんとねメロディーのこう輪郭っていうのかなたどってきてます高い音も低い音もしっかりと歌えてます見事本当にあの小瀧君はね私がこの1年半ぐらいですけどジャニーズ WEST をライブの映像とかね、えー、テレビパフォーマンスを見てきて一番 歌唱力がより伸びた人なんじゃないかなと思うほど本当に最近コ滝く君のね安定感って素晴らしいと思いますけどこのメトロックのステージでも見事に披露できてると思いますそして藤井君のね、えー、今日の見た1曲目の方のラップっぽいところのリズムもものすごいいいしどちらかというとやっぱり声の響きはコ滝く君のようにね少し柔らかい声の出るタイプだと思いますけれどもリズムにしっかり乗せた時には ちゃんと、ねえー、細かい音程リズムを刻んできますし声の響きというのはね本当にあの、まあ、7人それぞれそうですけど喉ではなくて鼻の奥鼻空というところに響かせてあげると歌声というのは安定するしいい響きになるんですけどしっかりそれ藤井くんも鳴ってますから。いやこれはね あのまあ、ジャニーズ WEST のファンの方たちもたくさん見てると思うんですけど後ろの方でね最初興味なかったからちょっとこの辺で見ようかなと思ってる人たちももう今までここ4曲見てきましたけどおおおっってどんどん引き込まれていってると思いますよ。そして今4曲見てきましたけど「えー、A じゃないかずんどこパラダイス」そしてちょこっと MC がありましたけどそこも浜田君が自然とこうね これででできる歌ですよって言って3曲目に行くでそこからのビッグショットこれセットトリストも見事じゃないですかなんかジャニーズ WEST ね知らない方たちにも紹介版みたいなものから入ってきて4曲目あたりで本当にかっこいいロックな曲をバチンと7人が歌って聞かせてくるって。 いやこれびっくりしてんじゃないですかね本当にジャニーズ WEST というジャニーズのアイドルグループだと思ってこのフェスに来た人は「えっ!」てなってんじゃないのかなそしてその空気を7人がねライブしながらねしっかり感じてると思いますきっとだから重岡君途中でもう面白すぎるじゃない楽しすぎるって言ってたのはそういうお客さん声は出せない中だけどお客さんと演者のね こういうい空気の気持ちのキャッチボールがねステージ上にいる7人はね感じられてるんだと思いますだからすごくみんないい顔してるしいいパフォーマンスそしていい歌声が出てると思います最後空気の声になってしまいましたけどいや素晴らしいえー、もう32分も見てきてるんですね私 今日はこのまた2曲でおしまいにしたいと思いますけれども続きをもう早く見たいところですが、えー、続きはまた明日以降ということで皆さん、えー、またもしよろしければ見ていただけたらと思いますということで今回も最後までご視聴いただきまして皆さん誠にありがとうございました